ダッシュカツヘイは、六連のボルによる日本の漫画、タツノコプロ制作によりアニメ化されている。週刊少年サンデーにおいて、1979年48号から1982年48号まで連載された。単行本は、少年サンデーコミックス全17巻、ワイド版、全9巻。また、 概念としての読み切りが1981年11月増刊号から1982年5月増刊号にかけて掲載され、単行本題17巻に収録された。主人公の坂本勝平がバスケットボール部のコーチを務める女性教師のパンティーが純白なのを見て、バスケ部に入り、その場の起点で続々とゲを編み出しては難関を突破していく作品。お聴者で、 純白のパンティが大好きなカツ兵を中心にした人間模様や人間離れした必殺技が数多く登場する等コミカルな内容となっている。さらにバスケ部で優勝を成し遂げた中盤以降はカツ兵が様々な競技に挑戦し作品終盤ではデスマッチが展開される等路線変更をしている。外伝ではクールでダンディな外人上国カーがメインを張っている。 その内容は何頭の映画のパロディとなっており、本編とは異なる作風となっている。本作はそれまで暗い作風を好んでいた作者の六伝が担当編集から、これからはラブコメブームが来るし、明るいものが描けなければ生き残れない。持っているものを全部捨てろと、方針転換を迫られた時期に手掛けたもので、バスケットボールを扱ったのは担当編集による提案からだった。 六電自身はバスケットボールやんないかって言われてピンと来なかったですけど、との力ではなかったが、アニメ化の影響もあって人気作品となり、練馬区の長者番付に名を連ねるほどの収入が舞い込んだと語っている。チビでお調子者の清林高校の一年生、坂本勝平は女の子と純白パンティが大好きな天才問題児。ある日、生活指導の岡崎先生に追われ、 バスケット部に紛れ込んだ彼は、その類までなる運動神経を立花キャプテンに買われ、入部を勧められる。女の子にしか興味のない彼は断るが、そこへ現れた美人の夏コーチのスカートをめくり、純白だったという理由だけで、バスケ部に入部希望する。だが、勝平はバスケのルールすら知らない、と素人だった。 1981年10月4日から1982年12月26日まで、フジテレビ系で毎週日曜日18時からの30分枠にて放送された。全65話。フジテレビ系の日曜午後6時枠で放送された、タツノコアニメの中では、1974年のテントウムシの歌以来の原作付き作品となった。 当初のストーリーは原作に準じていたが、連載中の原作の状況に追いつくと、主人公の勝平が、相撲、トライアスロン、ゴルフ、アイスホッケーなど様々な競技にも、チャレンジするエピソード、SF や冒険活劇的なエピソードなどのオリジナル編が描かれた。放送系列、放送日時は1982年12月終了時点のものとする。ありがとうございます。